2024年9月13日、中国内の国営のマスメディアでは、中国海軍として通算で3隻目、中国国産としては2隻目に当たる航空母艦福建の訓練中だとされる短い映像が紹介され、その健在ぶりをアピールしたよ。この短い映像について県の中国の国営のマスディアでは、中国海軍の現時点で最新鋭の航空母艦である福建の訓練中の様子を捉えたものだと説明しており、ことに外観のみではなく同艦で初めてその内部を映した映像だと述べていたらしい。個人的にはこの中国の国営のマスディアの短い映像そのものを、インターネット上で視認するには至っておらず、したがってそれに対する感想を述べることも現時点ではできない状態で何とも言い難いんだよね。今回はそんな中国海軍最新鋭の航空母艦福建について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国の国営のマスディアの言によれば、今回の短い映像は航空母艦福建の訓練中の様子を映したものとされており、同艦の内部の式場とおぼしき場所や、飛行甲板上のカタパルト付近とおぼしき場所で乗組員の姿を捉えたと称されているようだね。時事通信社はこの画像を、中国国内の中央テレビ軍事チャンネルのソーシャルネットワークサービスであるウェイボーから入手したとしており、県の映像の一部を画像にしたものみたい。その画像には、艦内の開かれたドアの中に右に1名の女性とおぼしき1名と、その背中合わせに左に男性とおぼしき1名の計2名が映っており、これがどうやら航空母艦福建の艦内を初めて映像に収めたと言われているシーンなんだと思う。そこに収められた2名の乗組員のいでたちは、いずれも淡いグリーン系の上着に、貝は黒系の制服に見え、上着の上にはさらに鮮やかなイエローの救命胴衣とおぼしきものを着用していることが見て取れるんだ。また両名ともに立ち姿であり、その手元付近にある何らかの操作系の装置を使用しているようであり、両名の奥には少なくとも3面に分割された窓らしきのもが見えるので、環境構造物の内部ではないかと思われるな。いずれにせよ個人的にインターネット上で確認できた。この一枚の写真からはこれ以上のコメントを行うことは非常に難しいが、この絵面から推察するにオリジナルの短い映像でも、あまり大した情報量は含まれていないと言えるぜ。なぜならば中国海軍のこの航空母艦福建は、これまでに収益しているの中国海軍の2隻の航空母艦である1番艦遼寧と2番艦山東の発艦にスキージャンプ、着艦にアレスティングギアを用いるストーバー方式とは大きく異なるからだ。中国海軍の3隻目の航空母艦である福建は先の2隻で採用されていたストーバー方式に変えて、発艦にはカタパルト、それも電磁式を搭載し、着艦にアレスティングギアを用いるキャトーバー方式を採用しており、発着艦に関する仕様はアメリカ海軍の大型原子力航空母艦と同様の形式とされているね。航空母艦福建においてはキャトーバー方式の艦載機の発着艦を行う仕様ではあるけど、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦であるミニッツ90隻とジェラルド・アール・フォードとの最大の違いは機関部が前者は通常動力、後者は原子力という点だと思う。中国海軍では福建に続く4隻目の航空母艦からはアメリカ海軍と同様に原子力推進型の機関を搭載する可能性が高いと目されているけど、今の福建ではこれだけの規模の艦艇を稼働させられる原子炉は実用化できていないんだろうね。ただし中国海軍では攻撃型の原子力潜水艦や、潜水艦発射型の核兵器の運用プラットフォームとして戦略型の原子力潜水艦を運用しており、艦隊の大きさが著しく異なるとはいえ、艦艇搭載型の原子炉の開発は進めれている状態だぜ。そのため、福建以後の航空母艦が原子力推進を搭載する可能性はもちろん排除できないと思うが、現時点の福建ではそれは成し遂げられておらず、まだまだ大型艦艇を運用可能とするには時間を要するのではないかと目されているらしい。ちなみに航空母艦福建は、満載排水量で8万トン、全長が最大で約 317.0m、全幅が最大で約 78.0m ほどの艦体を持つと推定されており、機
幹部は蒸気タービン機関を4機とボイラー8機を組み合わせた IPS 統合電気推進方式を採用している模様だな。これらの機関部によって航空母艦復権は、最大で出力は22万馬力、速度は30ノット以上を発揮すると考えられており、動力性能という観点からだけこの数値を見ればアメリカ海軍のミニッツ級の同26万馬力、同30ノット以上に近いようにも見えるよ。しかし航空母艦復権はこうした動力性能に対する数値は9大点であっても、電磁式のカタパルトを稼働させるという点では、主としてアメリカをはじめとする西側諸国の目からは不十分なのではないかと以前から指摘されていたんだ。運用に膨大な電気を必要とする電磁式カタパルトは、アメリカ海軍においても最新型のジェラルド・アール・フォードのみでしか実用化されておらず、少なくとも当のアメリカではその稼働には原子力推進は必須と見る向きが主流みたい。また電磁式カタパルトの実用化については、そもそもその前の蒸気式カタパルトの運用経験も持たない中国海軍にとって、電力供給の点は置いておくとしても、そうやすやすと成功させられるほど、ハードルは低くないとの指摘も絶えないな。そもそもこの2024年時点においても、アメリカ海軍の航空母艦以外でカタパルトを装備し収益中の CATOBAR 方式の艦艇はフランス海軍のシャルル・ド・ゴールのみであり、同艦も原子力推進の上、その蒸気式カタパルトはアメリカが供与したものだぜ。こうした点を踏まえれば、いかに中国の航洋力が民製品を含めた様々な分野で、先行していた他国の製品を模倣し技術力を高めているとはいえ、そう簡単にしかも電磁式のカタパルトを実用化できるのか否かは確かに議論が分かれる点だと思うぜ。中国海軍の航空母艦復権は、2018年末頃からその建造が開始されていることが一部のマスメディアで報じられ、世界も知ることになったが以後の新型コロナウイルスの影響で計画は少し遅れ、2年前の2022年6月には進水を果たしたね。そしてその時点で航空母艦復権の収益は2024年中と目され、確かに今年2024年5月には延べ8日間に及ぶ初のテスト航海を実施したことが、中国国営の新華社通信を通じて報じられ、収益を間近にしている印象を与えたよ。ただし、この報を受けた後でも香港の英字メディアであるサウスチャイナモーニングポストの電子版においては、復権がテスト航行を終えるには未だ最低でもあと1年ほどの期間が必要との見立てを報じたぜ。個人的にも復権が2022年6月に進水を終えた時点では、2024年内の収益の可能性も十分にあり得るかもと感じたものだが、今回の復権の訓練中だとされる短い映像から察するに実際に稼働状態に移行できるのはもっと後になると思えるな。何しろ今はすでに2024年9月であり、実際に復権が今年中の収益を果たすにはもう3ヶ月半ほどしか時間はなく、このタイミングで公開された映像で艦載機の実際の発着艦の様子が見られないことから、実稼働状態には程遠いと感じるぜ。何事にもメンツを重んじる中国の文化的な背景を考えれば、実稼働状態に至らずともひとまず復権は2024年内に収益を果たしたと中国側が発表する可能性はあるかもしれないけど、運用にはまだ時間を要するだろうね。もし仮に中国海軍が復権の電磁式カタパルトを使用して艦載機の発着艦にすでに成功しているとすれば、その成果を対外的に映像を持ってアピールすることは確実で、それが伴わない現状はそうではないことの裏返しに見えるかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのウォールストリートジャーナル WSJ が2024年9月26日に、中国海軍が中国中部を流れる長江沿岸の武漢近郊武昌にある国営造船所で建造を進めていた、核燃料を搭載していた可能性が高いと見られる最新型の原子力潜水艦が、5月下旬から6月上旬頃の間に沈没したことをアメリカ政府当局者が語ったとした上で、この事故について中国政府は沈没事故を隠蔽して公表しなかったと報じたよ。WSJ が報じたところによると、
当該潜水艦は5月末の時点ではほとんど偽装を終えて最終的な出航準備に入っているのではないかと見られていたのであるが、その後6月15日に撮影された衛星写真画像には、当該潜水艦が係留されていた埠頭に複数の大型のクレーン船が存在しているのが確認され、同時に沈没した潜水艦を引き上げている様子も確認されたらしい。今回はそんな中国が最新鋭原子力潜水艦の沈没を隠蔽した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この沈没したと見られる潜水艦については、WSJ の記事が出る以前から SNS や西側の軍事専門メディアが盛んに報じていたけど、中でも台湾のメディアはこの潜水艦について、中国海軍の攻撃型通常動力型潜水艦の主力とされている 39A 型元級ではないかと報じていたよ。しかし、今回の WSJ の記事では、衛星写真の画像から船尾の舵が一般的な十字型ではなく、日本の海上自衛隊潜水艦操縦型や太平型と同じ X 字型であることが確認されたとして、この潜水艦が中国海軍の最新鋭攻撃型原子力潜水艦93型とされる小級であるとしているね。また、アメリカの CNN でもこの画像の存在を確認しており、中国の造船所の衛星画像を定期的に調査している新アメリカ安全保障センターの非常勤上級研究員であるトム・シュガート氏の発言として、複数のクレーン船が集まっていることについてこれまでも造船所においてクレーン船が存在していることは多々あったが、今回のように一箇所に複数のクレーン船が密集している状況を見たことがないとして、このクレーン船の存在が以前の画像から消失した潜水艦を引き上げるためのものではないかと推測していたぜ。そしてさらに、通常であれば潜水艦は浸水後、偽装工事のために造船所に数ヶ月間は係留されているが、今回衛星写真に写っていた大型で船尾に X 字型舵を持つこの潜水艦は短い期間で造船所から消えていることから、沈没したとみなすのが正解であろうとも語ったことを報じているな。093型小級原子力潜水艦は、1974年から就役していて現在3隻が運用されているとされる。091型艦級攻撃型原子力潜水艦の旧式化及び老朽化が進んだことから、その後継として開発された中国海軍における2番目の攻撃型原子力潜水艦だね。中国海軍では091型で習得した原子力潜水艦建造技術加えて、ロシアから導入したビクター3型原子力潜水艦の技術を導入して091型において大きな問題となっていた静粛性の向上を図ったとされているよ。しかしながら093型についてはこれまで、X 字型舵が採用されたとする情報は存在しておらず、武将で沈没したと見られる潜水艦が093型であるとする報道に対して疑問を呈する声が上がっているぜ。また、中国海軍の攻撃型原子力潜水艦建造は現在、093型からその改良型である第3世代とされる095型に移行していて、沈没したとされる潜水艦がこの095型ではないかとする見方も出ているのであるが、095型についても X 字型舵が採用されたとする情報は皆無であり、確証はないらしい。日本の軍事専門ライターである JSF 氏によると、武将で沈没したとされている潜水艦はその出現が伝えられていた通常動力型攻撃潜水艦 39A 型の改良型である041型ではないかとしているね。そして、もし041型であるとするならばその機関は通常動力であり、その動力が原子力となったとする情報がないばかりか、武将の造船所は通常動力型の建造が専門と伝えられていることから原子力潜水艦を建造するのは不自然であり、強行に沈没したのは原子力潜水艦ではなく通常動力潜水艦である可能性が高いみたい。ただし、原子力潜水艦である可能性については、通常動力潜水艦に小型の原子炉を潜航中の補助動力となる非対機依存推進 AIP 機関として、追加で組み込んだのかもしれないとして完全否定はしていないんだ。この武将における潜水艦沈没事故について中国側からは一切発信がなく、
アメリカの国防総省の当局者からは中国が最新鋭潜水艦が沈没したことを隠蔽しようとしていると語っていて、さらに潜水艦についての情報はどの国においても最高機密であるとした上で、中国海軍が新型の攻撃型原子力潜水艦が桟橋付近で沈没したのが事実であったとしても、そのことを隠そうとするのは普通のことであると述べているぜ。中国は今アメリカに匹敵するような世界規模の軍隊構築を目指しており、特に海軍における空母の建造と空母艦隊の増強と潜水艦部隊の近代化を最優先事項の一つに掲げているんだ。2023年に公表された中国の軍事力に関する最新の報告書によると、中国海軍は弾道ミサイル原子力潜水艦6隻、攻撃型原子力潜水艦6隻、通常動力型潜水艦48隻を運用しているとされているけど、それに対してアメリカ海軍は、攻撃型原子力潜水艦53隻、弾道ミサイル原子力潜水艦14隻、巡航ミサイル潜水艦4隻を保有していて、アメリカ海軍がインド太平洋地域に配備している潜水艦に、同盟国である日本の海上自衛隊の通常動力型潜水艦22隻と韓国海軍の通常動力型潜水艦21隻を加えれば、数の上では中国海軍を上回るよ。しかしながら、中国の現在の潜水艦建造ペースを考えれば数年を待たずに、中国海軍はインド太平洋において最大の潜水艦部隊を保有することになると見られていたな。ただ、今回沈没した潜水艦がもし最新鋭の原子力潜水艦であったとするならば、その沈没原因の真相が究明されないうちはこの先の原子力潜水艦建造計画に大きな狂いが生じる可能性があるとの指摘が出ているらしい。また、もしこの潜水艦が原子力潜水艦であった場合、武昌周辺地域や長江へ放射性物質が大量に放出された可能性があることを否定できないぜ。1961年から現在に至るまでの間には多数の原子力潜水艦事故が発生しているけど、その中において沈没に至り今もなお海底に横たわっている原子力潜水艦が6隻あるんだって。それはアメリカ海軍のスレッシャーとスコーピオン、そして旧ソ連海軍の K8、K219、K278 コムソモレツ、K27 で、その中で1989年にノルウェー海で火災が発生したコムソモレツは、プルトニウム核弾頭を搭載した原子力魚雷2発を抱えたまま同海の深さ1680メートルの深海に沈んだんだ。ノルウェーの原子力規制当局は、コムソモレツに搭載されている加圧水型原子炉について、事故直後から現在に至るまで艦内に封じ込められた状態になっているとしていて、事故発生以来、定期的に放射線レベルを測定しているみたい。しかし、2019年7月7日に無人潜水機を使用した調査において、コムソモレツ周辺の海水を採取して放射線レベルを分析したところ、ノルウェー海における通常の放射レベルの約80万倍という高濃度の放射線が検出されたらしい。ただし、その海水はコムソモレツの原子炉付近のパイプから採取されたもので、艦隊のその他の部分で採取された海水からは高濃度の放射線は検出されなかったと言われているぜ。今回の沈没事故についてアメリカ政府は、沈没時に核燃料を積んでいたかどうか把握していないとしているけど、専門家はその可能性が高いと見ていて、放射性物質が長江から東シナ海へ放出されることが懸念されているね。この潜水艦沈没に関して中国当局が放射線による汚染の有無や死傷者について確認したとの情報はないんだけど、WSJ はアメリカの専門家が状況から見て放射能漏れが発生している恐れは低いと語ったことを伝えているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年9月25日、海上自衛隊第4護衛隊軍第4護衛隊所属の高波方護衛艦4番艦さざ波が、中国と台湾の間の台湾海峡を通過したことが明らかとなったよ。また、オーストラリアとニュージーランド両国の国防省が9月26日に、
オーストラリア海軍のホバート級駆逐艦の3番艦シドニーとニュージーランド海軍の補給艦アオテアロアが台湾海峡を通過したことを確認しており、両国はこの行動を国際法に則った活動であると説明した上で航行の自由の重要性を強調していたが、護衛艦さざ波はこの2隻と行動を共にしていて台湾海峡を北から南に通過したとされていて、今後も中国側の出方次第では再び台湾海峡の護衛艦を派遣することがあり得ると見られているな。今回は海上自衛隊の護衛艦が台湾海峡を通過した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、日本政府はこの護衛艦さざ波による台湾海峡通過について公式に声明を発表しておらず、林内閣官房長官が26日に記者会見において自衛隊の活動は、すべからく国際法と国内法令に従って行われているとした上で、自衛隊の運用に関する事柄で、答えは差し控えると述べるにとどめているんだ。日本周辺ではここ最近、中国軍が異常と言える動きを見せていて、YQ 情報収集機1機が長崎県沖の領空を侵犯した事件の他に、測量艦1隻が鹿児島県沖の領海に侵入し、空母遼寧が沖縄県の西表島と与那国島の間の日本領海の外側の接続水域を航行するなど、事件を相次いで引き起こしているよ。またこれに呼応するかのようにロシア軍機が北海道の礼文島沖の領空を3回にわたって侵犯するなどの動きを見せ、さらには中国海軍とロシア海軍の連合艦隊が宗谷海峡を通過して中国がロシアと連携しながら日本への軍事圧力を高めている最中、9月25日に訓練用弾頭を搭載した大陸間弾道ミサイル ICBM を太平洋に向けて発射したな。これら一連の中国及びロシアによる軍事行動が活発化する中で、日本の安全保障を維持するためには単に抗議を繰り返すにとどまらず毅然とした態度を示す必要があるとして、岸田首相が台湾海峡通過の決断を下したとの見方が広がっているらしい。この3隻の台湾海峡通過について中国国防省もまた、日本の護衛艦とオーストラリア海軍の駆逐艦及びニュージーランド海軍の補給艦が25日に台湾海峡を通過したことを認め、中国軍が3隻への警戒監視を強めていたことを明らかにしたぜ。中国外務省の林志遠副報道局長が26日の記者会見において、海上自衛隊の護衛艦が自衛隊発足以来初めて台湾海峡を通過したことについてコメントし、中国軍は法に基づいて対処したとした上で今回の日本の行動の政治的意図を警戒していると述べて、日本に対して厳正な申し入れを行ったことと中日関係と台湾海峡の安定を妨害することの内容を促すと日本側に対して申し入れたよ。また、中国国防省報道官は同じ26日の記者会見で、台湾独立を主張する勢力に誤ったシグナルを送り、中国の主権に危害を及ぼす挑発行為に断固反対すると強く反発し、台湾問題は中国の主権と領土を守ることや中日関係の政治的な基礎につながるもので、超えてはならないレッドラインだとして日本に対して台湾海峡の平和と安定を妨害することの内容に求めると強調し抗議しているな。ただ、台湾海峡は最も狭い部分でも約 130km の幅があり、中央部を航行すれば国の主権が及ぶ沿岸の基線から12海里約 22km の領海を侵犯することはなく、アメリカなどは台湾海峡についてはどこの国の領海にも属さない国際水域であるとしていることから、日本政府もそれを受けて中国の領海外は航行の自由が認められ、護衛艦が通過することに問題はない防衛省幹部との見解を示しているぜ。これまでにアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、カナダといった、北大西洋条約機構NATO加盟諸国やオーストラリアやニュージーランド海軍などが、国際法に基づく公海上の航行の自由をアピールするために台湾海峡を通行してきたんだけど、日本政府は中国側からの強い反発を恐れて海上自衛隊護衛艦が台湾海峡を通行したことはこれまで一度もなかったんだ。2019年令和元年11月に海上自衛隊護衛艦とアメリカ海軍日米の艦艇が東シナ海から台湾海峡を通過した中国海軍の空母3トンを追尾した際は
山東が台湾海峡に入った時点で護衛艦のみが海峡内に入らず離脱したことがあり、この際の対応について弱腰だとして批判する声が上がっていたね。さらに日本政府と防衛省は、今年の7月に護衛艦鈴月が、台湾の北の東シナ海上の中国の領海を事前通告なしに航行した事件について、中国外務省が違法かつ不適切な行為であるとして強く抗議してきたことがあり、中国側の強い反発を避けるために中国政府には、鈴月が時間の位置の把握を誤って侵入したとして鈴月の艦長を更迭したぜ。しかし、このことについて海上自衛隊 OB などからは、現在の護衛艦において、単純ミスによって仮想敵国の領海に誤って侵入してしまうことは考えにくいとの声が多くあり、日本政府が対中関係への悪影響に配慮して現場のミスとしたのではないかとの見方もあるらしい。日本のメディアでは、中国側はこの日本停止性ぶりにつけ込んで日本に対する G 活動をエスカレートさせていたのではないかと日本政府の甘い対応を批判していたことから、岸田内閣がここに来て遅まきながらも護衛艦による航行の自由作戦に護衛艦を参加させたのではないかとの見方が挙げられているね。そのため今回護衛艦が初めて台湾海峡を通過航行したことについて、軍事や外交の専門家たちの間では中国側への忖度から欧米諸国の動きに同調した行動を示してこなかった日本が一歩踏み込んだことに中国側は驚いているだろうとする声が上げられていて、中国側はここ最近繰り返してきた軍事的挑発を停止して様子を見るのではないかとの見方が広がっているよ。今回の海上自衛隊護衛艦による台湾海峡通過について、台湾からはこれまでに正式なコメントは出されていないな。台湾はこれまで各国海軍の軍艦が台湾海峡を通過することに関しては常に歓迎の意を示していて、9月13日にドイツ海軍のフリゲート艦と補給艦が22年ぶりに台湾海峡を通過した数日後には、ドイツ議員団と会談した林佳龍外交部長外相が SNS において台湾海峡の航行の自由を守る各国の行動を歓迎すると表明するなどしていたらしい。台湾が沈黙を守る背景には、日本政府からの正式な発表がないことへの配慮と、コメントを発することで中国を刺激することを懸念しているためではないかと思われ、事態の推移を静観しているものとみられているぜ。ただ、来期与野李総統は就任以来、西側の民主主義国家との連携を強化することで、中国の脅威に一致して立ち向かっていく方針を示していることから、来政権は今回の日本の護衛艦の動きについては台湾を支持する行動と評価しているとみられ、台湾への中国の圧力は、どこの国の軍艦が台湾海峡を通過したからとして変わるものではなく、むしろ圧力を抑えるためにはより多くの国々との協力を強化することが必要だとする台湾の国会議員の発言が伝えられているね。日本では現在、次期総理大臣を決める自由民主党の総裁選挙が展開されているが、対中国強硬派の候補が総裁となり総理大臣に就任した場合、今回の護衛艦による台湾海峡通過をきっかけとして、尖閣諸島問題などの中国と間にある様々な問題に対しこれまでにない強い姿勢で臨むことが予想され、中国側から強い反発が起こるであろうとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。